岡崎めぐみのボードダー。2016年1月4日月曜日の朝がやってきました。皆様はじめまして、岡崎めぐみと申します。私はいろんなところでジャンルの垣根を越えて歌を歌っています。今まで活動してきた場所は演劇の舞台であったりとか、オペラだったりとか、あとはライブハウスで歌ったりとか、主に板の上で歌うことが多いですね。はい、そんな私岡崎めぐみはある一つの信念を持っていまして、それは音楽は世界を明るくするということなんです。この世界っていうのは、まあ、そのままの意味でこの地球上の世界っていう意味もありますし、それぞれの心の中の世界、一人一人の心の世界っていう意味もあるし、あとは家族の中の世界、社会の中のそれぞれの会社だったりとかお店だったりとか、こうね、生活したり働いたりするそれぞれの世界だったりとか、人によっていろんな場面が人生の中でやってくると思うんですけど、そんな場面一つ一つに音楽はこう明るい光を差してくれるんじゃないかってずっと思って生きてきました。そしてこの思いが私の音楽活動のコンセプトになっています。まあ、実際生きていれば辛いことっていうのはあります。そう、今日月曜日の朝なんて特にやっぱ休み明けで憂鬱な気分になったりとか、パフォーマンスが落ちちゃったりとか、ねしちゃったりするんですけど、それでもね、やっぱり気持ちが明るくなるような話題に触れるとか、思わず笑っちゃうような出来事があったりすると、こう心がふっと柔らかくなるじゃないですか。私はその瞬間がすごく大好きで、音楽を通してそんな瞬間をこう共有していけたらいいなって考えながら歌を歌ったり作ったりしています。この放送ではそんな気持ちがふっと明るくなるようなエピソード、それから音楽をお届けいたします。まあ初めの頃は自己紹介を兼ねて私のオリジナル曲をお聴きいただいたりとか、その曲について私の気持ちをつらつらと語ったりすることがメインになっていくかなと思うんですけれども、ゆくゆくはね、皆様からこうメールを募集して、そのメールを読んだりしながらこうほっこりする気持ちをこの場でね、こう共有できたらいいななんて考えてます。一つやりたいコーナーがあるんですよ。昔ライブでスマイルエピソードと題して、こうなんか笑っちゃった話とか、心に残ってる思い出とか、こう笑顔につながる話題を教えてくださいっていうコーナーがあったんですけど、その時のエピソードを一つこの放送の最後にご紹介したいと思います。皆さんも何か面白いエピソードありましたら教えてください。岡崎めぐみのボードダーお送りしました。岡崎めぐみの音玉、今回はシャープ0ということでプレ放送をお届けしました。本放送は来週1月11日から毎週月曜日朝7時に配信予定です。ノートと YouTube の2つで配信予定しております。もし朝起きるのが辛いな、7時は早いななんていう方いらっしゃいましたら、時間外でも何度でも聞くことができますので、お好きな時間にお楽しみください。なお配信時刻の変更やお休みの週などありましたら、 Twitter の方で更新してまいります。
説明欄にアカウント記載していますので、そちらからチェックしてください。この放送に関するご意見ご要望は説明欄に記載してありますメールフォームからお寄せください。皆様の言葉がこの放送をぐんぐん元気にしてくれるかもしれません。さっき私がお話ししていたスマイルエピソードの他にも、こんなコーナーあったらぜひ聞いてみたいななんていうご意見ありましたら、ぜひぜひ教えてください。皆様からのお便りお待ちしております。そして来週から本放送始まります。どうぞよろしくお願いします。それではまた来週。今週のスマイルエピソード、国境を越えて同じ歌を歌うことができました。会場全体が一つのハーモニーで包まれました。ああいいですね。この方は海外の方と一緒に、ね、歌を歌ったんですよね。Music knows no borders。音楽は世界共通語、国境を越えるんですよ。今週のスマイルエピソードでした。